夢を追いかけ沖縄を飛び出した三振奏者。どういう結果出せるんだろうっていう不安と期待が両方同じぐらいありますよ。相手はプロジェクトイグナイトが送り込んだドリームプロデューサー。それはやっぱ人とやっぱ違うことじゃないと絶対そういう風にならへんと。今から作りたいなと思う。作れよ、はよ。なんで作ってないの。今三振奏者の夢がマールボロゴールドと共に動き始めた。沖縄から東京へ来た三振奏者、目的は大きな夢を形にすること。早速プロジェクトイグナイトが用意した場所に向かう。待ち受けていたのは夢を形にするドリームプロデューサーエアーマン。今世界中のアーティストからコラボレーションを打診される振付集団。エアーマンが確認したいこと、それは歌っている時の表情。人からすれば歌を聴きたいだけなので、うん、歌を聴くために足を止めただけだから、うん、それだけが伝わればいい。指示はとにかく向かっていく気持ちを表現すること。義母が伝えたいこと、それは三振が持つ壮大な世界。技術には自信がある。例えばお客が座ってこんぐらい近いところで見られる、でその時の目線とかっていうのはすごい単純に大事です。キーワードとしては目を外すな。歌っている時目線がブレるためにメッセージが伝わらない。鋭い指摘に対して悔しさと戸惑いが交錯する。しかし反論する言葉が見つからなかった。翌日ドリームプロデューサーから指示された次の場所へ向かう。待ち受けていたのは人気バラエティ番組を数多く手掛ける放送作家、そして自らも音楽を手掛ける倉本光。じゃあ何がしたいか言って。沖縄で三振を取られて三味線みたいなやつやな。もっといろんな人に聴いていただきたいなという思いがありまして、いやそんなん別に勝手にやったらすぐできることやで。何かこうもっと世界というか世界へ、はい、日本を飛び出したい。もう漠然となんですけど、夢って多分漠然と思ってたって叶わへんのね。5分も経たないうちに鋭い指摘がぶつけられる。ちょっとやってみてもらう。はい。東町からや。選曲したのは戦争の時に育まれた恋の歌。資料を調べ沖縄の方言で作った。詰め込んだ思いは伝わるのか。自分のテリトリーの中で自分が心地よくずっとやってきたっていう感じやから。だから一回さ、全然君のことも何も知らん、関係ない人がどれだけ足止まんのかとか、いうのをちょっと試した方がいいんちゃうかな。 2,3 日後にやるとして、そのための歌をその日まで作ってくれ。新しい曲を、はい、宣言の歌。宣言の歌、新曲作りに与えられた猶予は2日。果たしてやり遂げることができるのか。ドリームプロデューサーに思いを伝えることができるのか。三振の音色を世界の大きなステージで響かせるために避けては通れない道だ。表情だったり伝えたい気持ちっていうのがどっかで欠けてるのかなって。不安と期待が両方同じぐらいありますよ。ワクワクします。